現在3歳で幼児教室に通っています。お受験向けではなく知能向上を目的としたお教室です。とても良い先生なので幼稚園卒業まではそこに通い、小学校に上がるタイミングで公文に通わせたいと思っています。そこで質問ですが、いい先生の見分け方はありますでしょうか。近所にいくつか公文の教室がありますので、それぞれ体験的に決めたいと思うのですが、佐藤さんはお子さんを公文に通わせる際どのような視点で通う教室を決められましたか。割と前優秀児を出してるね先生がいいとかでよく評判になったりとかしてますよね。でもまあその出し方にもよるしね、いろいろあるんですけどね。まあそのやっぱそんなに遠くじゃない方が私はいいと思います。で私はまあたまたま遠くだったんですけどね、車で行かないといけなかったんであれだったんですけど、まあまあ遠くじゃなくてもお母さんがねいちいち連れていかないといけないので、遠くだとまあ、大変だったと思うんだったら、まあ、なるべく基本的になるべく近くで、そのまあ近くにいくつかあったらね、まあ、なんていうか、先生の性格がいろいろありますからね。そう、先生が話をよく聞いてくれるかっていう、いやだからあなたはまだ母親とするの新米なんだから、もうこちらがこういうふうに雲はねがっち決まってるから相当しなさいっていう感じはちょっとね。だから結局ねなんかね、お互いに話し合いながら、親と先生が話し合いながらこう進めていかないといけないので、やっぱよく話を聞いてくれるっていう感じが一番いいんですよね。だからちょっとこう結構面接して話してね、先生と話して、割と推しが強そうだなと言ったら変わらなかったりするし、まあなんか割と話を聞いてくれるっていうことで、やっぱり近い場所と先生と面接してね、ちょっといろいろ話を聞いて、まあ、先生がだから中学受験をね賛成な人とそうじゃなかったりとかいろいろあるんですよ。だからねそこら辺もなんかいろいろ話をして、ちょっと話をして子供をどうやって育てるかっていうのが、まあ、一致するっていうことが大事ですかね。